大宮銀座通り、大宮銀座通りは、埼玉県埼玉市大宮区にある商店街。以下、便宜場、大宮銀座の周辺にも触れる。大宮駅の北東に伸びる商店街。大宮区大門町一丁目、宮町一丁目にあたり、東口ロータリーから、埼玉県道2号埼玉春日部線、旧国道16号の立橋、大江橋まで。 約300メートルにおよそ60が並ぶ。大宮駅東口といえば、すなわちこの地域となる。旧、中仙道とを結ぶいくつかの横に伸びた路地があり、鈴蘭通り、アーケード、桜横丁、ウェストサイドストリート、一番街、アーケード、住吉通りと命名されている。大宮駅と、氷川神社や大宮公園、埼玉市大宮公園サッカー場を結ぶ。 戦場にあるため、休日、平日問わず多くの客で賑わっている。ただし、西口の桜木町の発展や、駅ので、既存の店舗が撤退に追い込まれ、跡地がパチンコ店になるなど、商業の衰退が指摘されている。明治時代の鉄道開通と、大宮駅の開業により、駅前商店街として形成された。当時は、民間製紙工場が進出し、 国鉄大宮工場が設置されたため、鉄道と静止の町としてにぎわった。当時、銀座通りは川越新道と呼ばれていたが、町の中心は、駅の南側、現在の南銀座周辺を結ぶ、氷川神社参道であった。1945年、昭和20年4月13日から4月14日の未明にかけて、米軍の B-29 爆撃機が焼夷弾を、 大宮に投下した。この空襲により、大宮駅構内や鉄道施設をはじめ、宮町、現在の大宮北銀座から一番街付近などが被害を受けた。市は大規模空襲による中心地の壊滅を恐れて、川越振動の店舗を強制疎開させた。その後も何度も小規模な空襲には見舞われたが、大規模な空襲は免れて終戦となった。川越振動は、 店舗の強制疎開がされたために通りは広くなったが、舗装していないため、泥と砂ぼこりで、商店街とは呼べない状態となった。代わって、大宮中央通りに、闇市やバラック商店が並び、駅前商店街が形成された。大きな戦火を免れた大宮は、交通の便が良いことから、商業地として注目され、各地の戦災復興が進むまで。 関東中から人と物資が集中しにぎわった。1947年、昭和22年、戦後の混乱も一段落ついた頃、新中軍が闇市、バラック街の撤去を命令し、駅前再生便が始まる。商店街は広い道路を舗装し、歩道と車道を分離した新しい商店街を形成した。この際に、街路樹では柳が植えられ、川越振動は、 大宮銀座通りと改名された。1952年、昭和27年には歩道をアーケードで覆い、この姿が2009年まで続いた。1960年、昭和35年、東口一帯で火災が発生したことから、防火ビルの建設と東口の活性化が求められ、1962年、 昭和37年に地元資本で県内最初の地下街を持つ駅前ビル、対一デパート新京 A ビルが竣工。これをきっかけに東口は大型店舗の進出が続いた。1966年、昭和41年に駅前商店街とスーパー、オリンピックが組んだ大宮中央デパート、百六十七年、昭和十二年に地元資本と東京名店街が、 組んだ、大宮ステーションビル、OSB、元ルネ1、1968年、昭和43年に、長崎屋、1969年、昭和44年に、初の総合百貨店として西部百貨店、1970年、昭和45年に、高島屋、続いて十字屋、クロスティがそれぞれ進出した。これらは、銀座通りにおいては競合関係となったが、 同時に周遊性が高まり、共存関係ともなって、大宮駅東口は、喧嘩最大の商業地となり、銀座通りも発展する東口の一角として、繁栄を支えた。特に、旧中仙道では、北沢稲荷、旧大宮塾、旧大宮郵便局を前身に持つ高島屋が、活況を停止、東口の角となった。また、駅周辺でも、 1970年には下町に大型レジャー施設、ハタプラザ、現、グランドミッドタワーズ大宮が開業。1974年、昭和49年に宮町に埼玉県内初の高層ビル、先とも、電ビル、現 JA 共催生ビル、高さ50メートル、地上14階が、竣工。1971年、昭和46年には、 旧中山道と中央通りの交差点が県内最初のスクランブル交差点となるなど東口の黄金時代であった。しかし新幹線の開業により大宮駅西口桜木町の再開発として祖号が進出する。1980年代には西口の集客が右肩上がりなのに対し東口は長落傾向を示すようになった。 その中で出たのが、市の主導する東口再開発事業であった。対象は、銀座通りの一部も含む、中央通り、旧中仙道、西部百貨店、大宮ステーションビルに囲まれた広い区画であったが、計画は、権利関係において、商店街と市の間で鋭く対立して飛んだ、埼玉市成立後に白紙撤回された。ただし近年では、 旧大宮市時代からとなる大宮駅、西口地区の開発や国鉄時代からとなる大宮駅自体の商業集積、さらに埼玉市発足後の浦和駅周辺や埼玉、新都心駅周辺における大規模商業施設説設の影響もあるために市内での競争が高く化しており、大宮駅自体における商業施設の機能が肥大化するのをよそに、氷川神社参道や 大宮銀座通りの商業地としての相対的な地盤沈下が懸念されていい。商店街では活性化を目指し、市と共同での自動車通行を変更する社会実験や歩行者天国とフリーマーケットを行っている。また2009年、平成21年から3年の後期で、老朽アーケードの撤去、電線類地中化、歩道の再整備を行い、2012年9月30日の 大宮銀座通り商店街リニューアルオープン記念式典イベントをもって完成した。長らく東商店街の各店舗の一つを担っていた大宮ロフトは建物の老朽化により2013年4月24日をもって閉店した。跡地はパチンコスロット楽園を展開する浜友観光へビルの営業権を譲渡、複合商業施設 大宮ラクーンが2014年6月に開業した。また、大宮中央デパートもメインテナントのパチンコ店、有効ラッキー大宮店が2015年12月に閉店し、残る店舗も2017年6月までに閉店した。後に、再開発事業のため取り壊されることになった。今後、この跡地には、周辺の土地ともに、大宮駅東口大門町2丁目中地区市街地、 再開発事業として、三井不動産、大英不動産などにより商業施設、オフィスビル、埼玉市民会館大宮などが入居する地上18階、地下2階建ての複合ビルが建設される予定となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。